グループホームは利用者と共に共同生活なので、できることをいつまでもできる限りできることがグループホームなのかなと思ってます。介護度が高くなってもその人にとって今何がっていうのを少人数なので考え続けられるのがグループホームかなと思ってます。介護技術だけでは成り立たないが特徴やと思います。日常生活の料理を作るっていうこともそうやと思いますし、小さいからこそ利用者さんができることがたくさんあるし、やらないといけないことがたくさんあるのがグループホームかなと。大きい施設に行けば行くほど細かいところまではどうしても目が行きにくいっていうのが、一人一人をしっかり見れるっていうのがグループホームかなと思います。僕も一職員で動きますので、施設長と職員という壁よりは一人の職員対一人の職員という形を作り上げて、喋らないと本人の思いもわからない、僕の思いも伝わらないと思うので、誰よりも喋る人になろうとは思っています。利用者さんと職員とよく喋るです。こんなことがしたい、あんなことがしたい、これもできる、あれもできるも含めて喋るっていうのが大事じゃないかなと思います。本当に自分を先にさらけ出して、その上で相手も僕を信じてもらって話せる関係性っていうのが大事かなとは思います。全般的に言うと、一つ一つの仕事を丁寧にしっかりとやり遂げるっていうのが大事かなと思ってます。利用者さんを第一に考えるっていうのを持ってもらえたらいいかなとは思いますし、利用者さんが何ができるという視点を持ってくれていると、思いとか利用者さん本位っていうのって技術がなくてもできることかなと思うので、思いを持ってくれてるとすごい助かると思います。何も決めないからこそできることがたくさんあると思うので、そんな方針でグループホームとしての施設を運営するので、何かしたいことがある方やったらグループホームに来ていただけたらなと思ってます。ヒューマンライフケア岩倉グループホームを利用者さんと職員で共に良い施設を作り上げられるよう、エントリーぜひお待ちしておりますので、お願いします。